私は日本共産党を代表して政府提出の食料農業農村基本法改正案に反対の討論を行います。冒頭、坂本農林水産大臣の生産基盤は弱体化していないとの答弁について述べます。立憲民主党の徳永エリ議員がなぜ生産基盤が弱体化したのかと質問しました。で、大臣は生産基盤は弱体化していない、決めつけだという答弁をされました。で、私が2019年当時、安倍総理が弱体化を受け止めて改革を進めたいという答弁をしたことを紹介をしたら、弱体化しているから農業を自由化しなければいけない、競争にさらされなければいけないに続くなどと答弁をされました。5月23日の委員会の冒頭で大臣は撤回をし、お詫びをすると発言をし、基本法の改正案は農業の生産基盤が弱体化していることなどを背景に提出をしたと、修正をされたわけです。で、大臣の発言は法案の提出理由をも否定するものです。これで大臣の責任を果たせるのでしょうか。資質が問われていることを指摘し、以下反対理由を述べます。反対する第一の理由は、改正案が食料自給率の目標を食料安全保障の確保に関する事項に書き換え、最重要課題の食料自給率の向上を投げ捨てたことであります。現在の食料自給率は 38%、 現行法ができてから食料自給率目標は一度も達成されておりません。そのまともな検証もないまま、食料自給率の目標はその向上を図ることを旨とし、国内の農業生産及び食料消費に関する指針としていた文章を改善を図るに変えれば、これは目指すべき目標が見えなくなります。改正案は安定的な輸入を確保するために、輸入相手国の多様化、相手国への投資の促進を位置づけました。自民党政権の下で TPP 日米貿易協定、日 EU、EPA など歯止めなき自由化が進み、安い農産物の大量輸入が続きました。世界的な食料情勢が不安定化する中で、自由化路線を変えるどころか、安定的な輸入といって、相手国への投資まで行えば、国内生産の土台を掘り崩すことになりかねません。安全・安心な農産物を安定供給するためには、生産者が安心して営農できることが大切で、食料自給率の向上を国政の柱に据えるべきです。第二の理由は、生産者の所得を増やす規定がないからです。全国各地で農業で生活できない、担い手がいないとの声が広がっています。21日の岩手県の公聴会で、私は日本生活協同組合連合会が、財政支出に基づく生産者への直接支払いを求めていることを紹介しましたが、与野党から推薦された参考人全員が、それは賛成だと意見を表明されました。岸田首相総理は、人件費等の恒常的なコストに配慮した合理的な価格形成の仕組みについて、法制化を視野に検討を進めると言いました。で、昨日の質問で、人件費等の配慮とは、生産者の所得を上げるものかと聞きましたら、坂本大臣は、賃金や所得を保障するものではないと答えました。で、生産者に対する直接支払いをかたくなに拒否し、農業で生活できない現実を放置するなら、農業・農村の崩壊を招くことになりかねません。政治の責任で、所得保障や価格保障で再生産を支える仕組みを創設することが必要です。第三は、兼業農家など多様な家族経営への支援が弱いということです。政府の担い手政策は、専業農家である効率的かつ安定的な経営体、農業で生計を立てる担い手を支援するものです。兼業農家や半農半 X など多様な生産者は、専業農家の補助者と位置づけています。新規就農者は10年前の6万5000人が、2022年には4万5000人に減っているのに、政府は県ごとの新規就農者を把握していないことから、有効な対策を打ち出せずにいます。
今人口減少が続く中で、施策の対象を効率的かつ安定的な経営体、法人に絞る必要はありません。農業生産に携わる多様な生産者への支援が必要です。第4は、生産基盤である農地を維持、強化するものになっていないからです。1950年代、昭和30年代の耕地利用率は 130% を超えていました。1961年の旧基本法の選択的拡大政策は、麦、大豆などの政策を切り捨て、アメリカの農産物を受け入れるとともに、輸入飼料に依存した畜産政策を打ち出しました。耕地利用率は今や 91% です。自由化、規模拡大が進められた結果、採算の取れない農地が耕作放棄地になり、開発優先によって有料農地の転用が進みました。また選択的拡大は、麦などの品種改良を遅らせ、1961年当時、日本とフランス、ドイツの単収はほぼ同格だったのに、今や2から3倍もの開きが出ています。元農業試験場の技術者は、選択的拡大によって、麦の研究室や研究員は半減したと語っています。輸入依存からの脱却に向けて、麦、大豆、飼料作物の国内供給力を強化するというのであれば、耕地利用を高めて品種改良を進めるべきです。アジアモンスーン地帯である日本の水田農業は、日本の風土に適した土地利用型農業です。自然災害が多発する中で、田んぼダムとしても水田の役割が強調されています。政府は畑地化を進めると言いますが、地域の特性に応じた土地利用型農業を進めて、固定的に畑地化する必要はありません。第5は、農業生産活動における環境への負荷軽減が入りましたけれども、温室効果ガス、CO2 削減の文言も、有機農業の文言もありません。参考人質疑で意見陳述をされた農民運動全国連合会の長谷川敏郎会長は、化学肥料や農薬に依存し、商品を大量に作るやり方は環境に負荷を与える、生態系を大切にしながら、化学肥料も農薬もやめたら、経営的にも合理的な循環が可能になったと言われました。自然の生態系に依存した農業政策や温暖化防止対策は全く不十分と言わざるを得ません。また、環境への負荷軽減を言うのであれば、輸出国における水資源の枯渇、森林の破壊など、海外に依存する食料政策の見直しが必要です。第6に、成長産業化には力を入れるけれども、農村の振興、地域間格差を是正するものになっていないからです。国は農業生産の基盤の整備と、交通、情報通信、衛生、教育、文化等の生活環境の整備、その他の福祉の向上等を総合的に進めると言っていますけれども、人口の減少に歯止めがかからず、集落の存続の危機が深まるばかりです。病院がなくなり、鉄道もバスも廃線になり、生活インフラの基盤が崩壊しつつあります。日本村落研究会は、平成の大合併によって、過疎化の進展にブレーキがかかった事例はない。旧村ごとに行っていた独自の農政を消滅させ、農政に特化した予算措置ができなくなったと指摘しています。一極集中を是正し、小さくても輝く農村政策、住み続けられる農村政策に本腰を入れるべきです。今必要なのは、新自由主義的な農政から、人と環境に優しい農政への転換です。農産物の自由化を進め、まともな所得対策がないまま、需要がある農産物を作れ、売れる農産物を作れと、生産者に自己責任を迫る農政では、生産者も農地も減少し続けることになるではありませんか。食料と農業の危機を抜本的に打開するには、食料自給率の向上を国政の柱に据え、際限のない輸入自由化路線に歯止めをかけるとともに、危機打開にふさわしく農林水産予算を思い切って増額することです。以上述べて反対討論といたします。